どうやった？痛かった。最悪やった。どうでした？痛かった。しぶといな。横にちっちゃい。1個増えた。削りたくない。何を？イボ。先ほどまではほぼイボだった太一くん。どうでした？イボ。え？ほぼじゃなく。完全にイボ。太一くんお疲れ様でした。イボの病院2回目。うん。液体窒素したけどどうやった ?5 個から、うん。なんと、0じゃなくて、1じゃなくて、2じゃなくて、3じゃなくて、4じゃなくて、5じゃなくて、6じゃなくて、2! もういいですよ。はい、2になりましたね。けど3個減ったよね。めっちゃ頑張った。うん、で今日はめっちゃ叫んだしな。うん、ギャーって慣れてきたら叫ぶよ。で太一くん、次は行けますか？行けない。行けない？病院もうやめんの？やだ。なんとか治るまで頑張ろうね。行く。あと2個やから。3個も減ったから1回で。マジで1個目のやつが長すぎる。めっちゃ大きいから。ピューあれ逃げるから太一が逃げちゃうから余計長なるんやで。頑張りや次。はい。じゃあお疲れ様。お疲れ様。どうやった？痛かった。今日叫ばんかったな。叫んだ。あのちっちゃいなんか持ってたや。うん。猫ちゃん。でやっぱり2個だったね。でまあちっちゃくなってきてるけどまだ2個あって。大きいよ。大きいか。1個は大きいな。まだもうちょっとかかりそうやから。あと次4週間したらまた来ます。4週間に1回でも片足なくなったやつはもう今回もなかったで、そうそう、まあ頑張っていこう。はい。あと4週間後もう痛かったけどな。どれぐらい痛い？1か10で言うとどれぐらい？10。もうあーでも今日は頑張ったよ。10億。うん、早く治そう。もうはい、はいはい、じゃあ帰ります。はい。大地くんお疲れ様でした。はい。どうでしたか？え、最悪やった。痛かったな、うん、でも今日めっちゃ頑張ってた。あとちょっとやねな。あとちょっとやからやっぱり痛くなってきてるけど、まああと何回かで終われるはず。プールで映らないようにしないとあかんけど。プール日あったらさ、うん、今あったら休み？休みじゃない。え、入れます。映る？水芋も大丈夫。お腹とか映んで。映るけど隠れてたら大丈夫。隠れるって。でも普通のイボは全然プール大丈夫やから。頑張りますよ。あと何回かで完治させよ。頑張ろうね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？痛かった。痛かった。うん、頑張ったね。でもちゃんと言ってるからさ、もうちょっとやって、多分もうちょっとで終わりそうですよ。増えてなかったし、一個がちっちゃくなってきてるよね。頑張ろう。はい。この夏休みには終わろう。次また3週間後。タイチ、どうでした？イボやん、イボ。痛かった。痛かった。まだな、あと一個がもうちっちゃいのまだ残ってるらしいから、もう一回行きますよ。夏休み中に終わるかな。また3週間後はお盆やから4週間後来ますので。で、なんなんそれ、花分。言ったよ。そう、大切にしてください。じゃあまた、太一くん。太一くん、4週間後、また来ます。ね、次もしかしたら削るかもって言ってたけど、頑張ろうね。削るって何で？削るの嫌や、削るの嫌や。なかなか治らんな、太一にも。なあ。なかなか治らへん。なんな削りたくない。何を？イボ。痛くないって。今まで削ってなかったの？うん。今まで何してたの？え、なんか液体窒素ピャーって当てるのはもう平気な？うん。え、平気ではないの？それは痛いよ。それも痛いの？最後らへんが特に痛い。あ、そうだ。でもそれは治ってきてるってことちゃうの？
もうイボがでかすぎたら液体窒素つけても何も感じへんやろ。でも痛いってことはもう治りかけてるってことじゃないんですか。うん、大きくてもちょっと痛いけど、小さかったらめっちゃ痛いだけ。うん、それは言ってんだけど、うん、それは言ってんだけど。で、さらに削るって、うん、削るって、うん、もう何で削るの。大地、うん、足どうやった。イボ痛かった。痛かった。結局、冷たいやつやって、削ったん？うん。血入れた。うん。削ってはないよ。あれ？取ってもないよ。削る言うてなかった？削りました。削ったそうですけど。取ってはないよな。え、痛すぎて記憶ぶっ飛んだ？うん、痛くなかった。これさ、ちっちゃい頃にやったことあんねんて。うん。で、結局、治った？うん。なびこなお疲れ様でした。はい。しぶといな。全然取れんな。今日は痛さどうやった？50。マシ？マシ。ああ、じゃあよかった。削ったもんな、今日も。まだもうちょっとかかりそうじゃない？かかりそう。かかりそうやな。頑張ろうか。あと1、2回ぐらい。かかりそうかな。頑張ろう。でもなくなってほしいもんな。うん。頑張ろう。ちょっと目腫れてんな。うん。椅子。椅子で難かった。学校で体育の時間に椅子打った、うん、かわいそうに。あっつ。じゃあ帰ろっか、はい、また来ましょう3週間後。はい。病院行ってきた。うん。どう？痛かった。痛かった。でも治った。1個治ってて。え、何個あったの？1個。1個治ってて。え、1個って1個治った？めっちゃ大きかった。1個治ってん。おめでとう。でもダメだ。うん。え、横にちっちゃいの。1個増えた。1個ちっちゃいの横にできちゃって。なんでやねん。だからまたもうちょっとまたかかんねんな。あと1回か2回かなって言ってたけど。え、じゃあ新しく出てきたちっこいの1つ、うん、1つだけ。ほんまにちっちゃいから。あとそいつを倒したら終わり、うん、頑張って。頑張れ。いつから撮ってんのこの動画。おかえり。ただいま。今日も皮膚科頑張ったか？うん。結果はどうや？診察の結果はどうや？まあまあやで。まあまあやで。治りました？治りました。えぇ、治ったん？うん。絶対治ってないと思っててんけど、パパ。そんなテンションで喋り出してんけど。治ったん？完治？完治って。完全に治った？え、もういかんでいいのじゃあ。え？おめでとうございます。振り返れば、いつ頃やろ。3月、4月ぐらいから。大地のイボが発覚して、したんが3月とか4月やったと思う。4、5、6、7、8、9、10、7ヶ月。時間かかる。イボの治療ってあれは分かんない。でも大地の方が長かった気がするな。え、増えて減ってしたね。パルの方が増えて減ってしてかった。いや、してたけど、どうなるな。こう感じ方としては太一の方がめっちゃロングランやった気がするで。まあお疲れ。お疲れ。なんで急に半ズボンになったの。じゃあもう終了。あ、オッケー。予約なし。オッケー。ママも、ずっと連れて行ってくれてありがとう。ありがとう。チーコも喜んでる。じゃあお疲れさん。何してないやろ。お疲れさん。うわ、もう視聴者のみんなは太一のイボなんて忘れてるけど、ずっと治療してました。いやあ、ようやく治りました。3週間に1回病院よ、はい、ありがとうございます。大地のイボのことを覚えてくれてた人がいたら治りましたよ。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、あ、すぐ終わった。じゃあねー。バイバーイ。もうならないでね。はい。